セラ。もうすぐだよ。帰れるんだよ、お姉ちゃん。待ってくる。ブーニベルゼのご褒美か。私に解放者を務めさせる餌として神はセラの姿をちらつかせたに違いない。そんな風に推測してからふと気づいた。セラの声、セラの笑顔、よみがえる懐かしい面影に思いが込み上げてくるはずなのに、私の心は冷めたまま、むしろ皮肉に受け止めていた。ご苦労様でした。サツさんとドッジ君を見ていると父を思い出します。サツさんとは正反対の厳しくて口うるさい父親、そう思い込んでいました。たとえ目に映らなくとも魂は存在するんですよね。そう考えないとドッジ君の身に起きていたことは説明できません。人の心と魂は神にとって未知の存在です。人間の感情は人間同士にしか理解できないものです。もっとも人間同士でも分かり合えない時はあります。僕と父がそうでした。長い間すれ違っていたんです。抱きついてきたモーグリへのあのデコピンは傑作でしたね。かなり痛そうでしたけど、そのつい反射的にな。抱き合って再会を喜ぶなんて柄じゃない。つまり照れ隠しでやっちゃったんですか。なるほど、ライトさんらしいですね。それ以上人をからかうとお前も一発味わうことになるぞ。滅びの日が訪れればファングはバニラを救いに行くだろう。必ずな。ライトさんはどうしますか。レテの禊を止めますか。神の意志に背くことになりますが。忘れるな、私はセラを人質に取られてるも同然なんだ。神に逆らう自由などない。つまりセラさんのことがなければいつでも裏切る用意があるってことでしょうか。鋭い質問だな。私を信用できないか。ごめんなさい、腹を探ろうとかそんなつもりじゃないんです。たとえ真意に背くことになっても僕はライトさんの側につきます。一瞬だが、セラと会った。解放者の働きぶりが順調だから神がご褒美をくれたらしい。あまり嬉しくなさそうですね。解放者になって人間らしい感情が鈍ったのかもな。人間から遠ざかる代わりに神に近づいているんだと思います。急に何を言うんだ。解放者とは神の使いです。気力を高めるというのは神の領域との結びつきを強めること、すなわち神に近づくということなんですよ。だとすると私はだんだん人ではなくなり、最後には神になってしまうのか。笑えない冗談だな。